你好、日本の皆さんこんにちは、トントンです。旅行の醍醐味の一つであるお土産について、これを買っておけば間違いないでしょうというお菓子を紹介したいと思います。後半には春節のお年玉キャンペーンの当選者発表も予定しておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。まずはこちらのダオシャンツン東高村の月餅を紹介したいと思います。ダオシャンツンは北京で誰でも知ってるくらい一番有名なお菓子の店と言っても過言ではない。そして伝統中華菓子の月餅はこの店のものが本当に絶品なんです。味や種類の多さはもちろん、お菓子のデザインもとても可愛らしくて人気なんです。これをまず買っておけば間違いないでしょう。私は初めてダオシャンツンを食べたのは日本留学から帰国して北京に初めて来た時のことだったんですね。伝統お菓子ですから、外側が硬くてパサパサして、そしてあんがとても甘いイメージしてたんですけれども、しかし食べてたら味がとても新鮮で、すごくいい食材を使って作られているお菓子のイメージ、感じだったんですね。これも本当に驚いて、一時期毎朝の食事の代わりにこれを食べてたんですね。せっかくですから私もちょっと味見しながら皆さんに紹介したいと思います。ではいただきたいと思います。月餅は冬だと売ってないかもしれないんですけど、もし来る時にその時期に会えば、ぜひまずこの月餅を買って食べてみてください。お、見てください、卵黄が入ってますね。蓮蓉蛋黄という中身のあんなんです。北側の月餅の、代表だと思いますね。じゃあいただきたいと思います。おいしい。やっぱり新鮮な食材使ってるので、外側がとっても柔らかいですね。卵黄もしっかりして、千屋団の卵黄を使ってると思います。この卵黄の味が塩漬けなのでしょっぱい、甘い外側としょっぱいの卵黄が意外と合うんですよ。南の月餅の代表も紹介したいと思います。